はい、えー。皆さんこんにちは。神谷宗平です、えー。本日は事務局長として、久々に一人語りをお送りしていきたいと思います。いや、お盆休み一日もありませんでしたね。<laughs> はい。ゼロでございます。はい。お盆の期間もずっと、はい、仕事しました。あのですね、私今、あの党の代表としてですね、47都道府県を全部回るということをやっておりまして、お盆の期間は、 北海道を4日間ずっと回りですね。さらに8月15日はあの終戦の日だったので、えー、靖国の参拝と、それからと戦没者慰霊式に出たりですね。そういうことをずっとしてましたね。今、えー、8月のもう今後半に撮ってるんですけど、今大体20件ぐらい回って、あと残り47届ありますから30件ぐらいですね。5週間であと30件、はい、回るということをやっています。 で、まあ、待、まあ、って何してるんですかっていうと、まあ、賛成党がこれからどういう方向、まあ、今の賛成党の現状ですね。現状と、これからどういう方向に行かないといけないのかっていう方向性を示した上で、党員の皆さんと一緒にですね、これからの日本どうすればいいのか、賛成党どうすればいいのかっていうことをワークショップという形で意見出しをして、で、みんなのこう、意見を聞きつつですね。で、まあ、私の方向性も示して、で、終わってからもうみんなでこう、混乱をすると。 ということを、まあ、党の役員の方中心にですね、まあ、サポーターの方まで来ていただけるので、はい、そういった方々と、まあ、お話をしているという、そういう活動をずっとしてますね。いや、これね、今、総裁選が準備されていますけれども、どうなるんでしょうね。まあ、 あの、岸田さんが、まあ、出られて、えー、勝たれたら、まあ、そのまま任期満了までみたいな流れがあったんですけども、まだ、あ、出られないということなので、総裁が変わる。で、これ、誰になるかですね。誰になって、国民がどう反応するかによって、まあ、あるかないか変わってくると思うので、まあ、あの、7-3ぐらいであるという前提にしないといけないですね。はい。岸田さんね、もう子怒られるかもしれませんけど、あの、解散する、 だろうなと思ってた時期にしないで、あの、もうちょっと引っ張るんだろうなと思う時期にやめるっておっしゃるからですね。はい。我々としては非常に、あの、困ってるんですけども。まあ、とはいえですね、あの、まあ、解散権は、あ総理にられる方にありますから、まあ、いつ、ね、その、天下の法等が抜かれてもいいように、我々は準備をしていてですね、まあ、参政党も来年の参議院選挙のもう準備も始めていたんですが、もう一回その前に衆議院だということで今、今、体制を立て直して、党本部の人事もだいぶやり替えて、 でですね、えー、やっているような状況でてんやわんやでやっています。で、もう選挙がある程度もう見えてきているので、少なくとももう11。日が経つにはあるので。 今、党のスタッフをですね、増強したいということで、えー、党員さんにですね、メールで、えー、党のスタッフ募集というのを流していまして、まあ、事務員も、え、どんどん必要ですし、あとはですね、あの、動画の撮影も今日もしてもらってますけど、編集、これすごく、あの、これからどんどんやっていかないといけない。あの、これからどんどん私も含めて、街頭演説を本格的に選挙に向けてやっていくので、まあ、その動画をですね、撮ったり編集したりと、 いうスタッフも求めていますので、そういった案内が、まあ、当院さんには流れてますのでね、ぜひ、あの、当院の方はですね、等から流れてきてる案内とか見ていただいて、はい、あの、応募していただきたいなというふうに思いますし、ちょっと案内が見つからないよっていう人はですね、お問い合わせ等で聞いてもらえば、あの、当院さんでしたら案内を送りますので、ぜひ、あの、 一緒にですね、これからもまあ選挙戦で戦っていくと、参政党の組織をきちんと作っていくというメンバーを、えー、久々ですよ。2年前に1回やったきり、あとはもう、友人知人というか、はい、あの、あとはその、候補者になる方とか、議員さんとかで運営してきたんですけど、もういよいよ、ちょっと党員の力も借りないと、マンパー足りませんという状況になりましたので、ぜひ、あの、皆さんの力を貸していただきたいというふうに思っております。 そうですね。まあやっぱり我々営利企業ではないので、お金お金っていう人はちょっと向かないかなというふうに思います。もちろん、あの、最低限のものもちろん支払いするんですけども、そのね、出来高報酬とかそういう感じじゃないので、ちょっとその辺は営利企業とは違うかなというのと、あとはやっぱり、うん、そうですね。 まあもう休みとか待ってないようなもんなんですよ。私なんかもう365日ほぼ働いてますから。はい。あの、まあ私はある意味その経営者なんで、そんなもうなんていうか労働基準も何もないですけども、まあなかなかこうね、えー、何時から何時ね、9時5時で働いて、土日しっかり休んでみたいなですね、そういう仕事では政治、政党はありませんので、はい。じゃあ、なん、何のために働いてるんですかってはもう重いですよね。 はい。まあ、賛党をというのはあるかもしれないけれども、我々は別に参政党がどうこうじゃなくて、日本をですからね。はい。今ね、日本がもうダメだって言って、亡命しようとかいうことをね、言う人もいますけど、賛成党集まる人たちは、こう、日本と運命を共にしようと。 ね、仮に日本がね、一回ダメなになったとしても、でもそれでもそこから立て直していこうという人たちが集まってるわけで、そういう思いがやはりここのどっかにないとですね、まあそれだけでね、生きてるっていう人はいないと思います。私もそうじゃありませんけども、でもやっぱりここのどっかにそういう思いがないと、一緒にね、あの、温度感合わせてやっていけないので、やはりこう日本を良くしたいとか、日本を守りたいと、そういう思いのある方が、あ、一番ありがたいなというふうに思っています。 いで明日「さともに歩幅合わせて進ん